今回は、高校生の一致が、年上の女性、リサさん、に絡まれたことがきっかけで恋をするお話をご紹介します。リサさんは、出会った当時かなり酔っ払っていました。流れで家まで送り届けることになってしまった一致。二人の恋の行方はどうなるのでしょうか。酔っ払い女に絡まれた話をする、前編。だったら書く。さあ、書きたまえ。で、パンツ脱いだ方がいい？だったから書きます。文才ないし、書き溜めてないけど、暇だったら見てってください。エロは期待しないでください。ちょうどテスト期間が終わった、金曜日のことだった。テストがあったから、予備校の授業に出れてなかった。だからテスト最終日の金曜日に、一気に一週間分出ることにした。予備校を出ると、もう時間は10時半を越していた。補導時間までには絶対に帰れないなって思った。予備校からは、だいたい家まで1時間はかかる。だからもう諦めてゆっくり歩いて駅へ向かった。時間が時間だからか、かなり混んでた。それは関係ないと思うけど、なんかすごい時間かかった。家の最寄り駅に着いた頃には、もう12時になりそうだった。だからバスがなくなる前に、急いだ。ちょうどバスが出たとこだった。もうバスないかなって思ったけど、まだ3本ほどあった。結果バス停に俺が一番前に並ぶ形になった。バスが来て俺は、一番後ろの端っこの椅子に座った。なぜか毎回、電車でもバスでも、俺が座ると誰も隣に座ってこないから、別に誰も座ってこないだろうと思って、外を眺めてた。時間が時間だから、やはりバスも混んでた。しかし誰も俺の隣には座ってこない。一番後ろの椅子って5人掛けの椅子じゃん。俺の反対側には2人座っていて、俺の隣は空いてる状況なんだよ。まあ、いつものことだから気にしないけど。そんな中、なんか綺麗な姉さんが俺の隣に座ってきた。その姉さんは吉田リサに似てるから、リサさんと呼ぶ。座ってきたと言っても、俺との間に少しだけスペースを作ってるんだけどね。でもその後おっちゃんが、リサさんの隣に座ってきたから、一番後ろの席は5人で埋まったわけだから、リサさんは俺の方に思いっきり寄ってきた。そんなにおっさんが嫌だったのかな。正直、今まで誰かが隣に座ってくること自体、少なかったし、座ってくるとしてもおっさんだったから、ドキドキした。それからバスが出発、リサさんはずっと座りながら顔を下にしていた。俺の方からは髪で隠れて顔が見えなかった。でも本当にドキドキしたのはその後だった。バスが揺れるたびにリサさんの体が、こっちへ寄ってくる。最終的に、リサさんの体重ほとんどが、俺の肩にかかってた。そんな女の人の頭が、肩に乗っかることなんて経験、今までになかったからすごい心臓がバクバクいってた。何回か起きたんだけど、すぐにまた寝て、俺の肩にまた戻ってくる状態だった。頭の中はもう、リオのカーニバルだった。終始顔はにやけてて、周りの人から見たら絶対気持ち悪かったと思う。そしてすぐに、俺が降りるバス停に着いてしまった。俺は内心かなりがっかりしたけど、顔には出さず立ち上がる。リサさんの隣に座ってたおっさんも、そこで降りるみたいだった。バスが止まったから、俺はリサさんに少し振動を与えて起こしてから、立ち上がった。それで出口へ向かおうとしたんだけど、リサさんがどかない。俺はそれで出れなくて困った。俺はこの時、あ、この人酒飲んで酔ってるんだな、って思った。一生懸命揺すって起こした。若干切れ気味でやっとリサさんは起きてくれた。リサさんもここで降りるようで、そのままリサさんも出口へ向かった。そのままバスから降りて、お腹も減ったし、さあ家へ帰ろうと思った。だけどリサさんのことが気になって、少し振り向いてリサさんのことを見てみた。そしたらその辺のタイルに座り込んでた。どうしようか迷ったけど、一応声かけてみた。あの、どうしたんですか？誰君？あ、もしかしてナンパ？いいわよ、一戦やってやろうじゃない。いや違います。なんか座り込んでるから、心配で声かけただけです。またまた、別に恥ずかしがらなくてもいいのよ。ほら行くぞ。準備しろ。外で服を脱ごうとしだしたので、本気で止めた。人って酔っ払うとこんなことするんだって、なんか幻滅した。あの、本当に大丈夫ですか？雨降ってますし、風邪ひいちゃいますよ。大丈夫よ、やってるうちに暖かくなるわよ。ほら早く脱ぎなさい。そっちの心配じゃないですよ。早く家帰った方がいいですよ。なんなのよー、もうやる気なくなっちゃう。よし、おぶれ。私のおっぱい触らせてやるからおぶれ。何言ってんすか。ほら一人で帰ってくださいよ。周りの視線も痛くて嫌ですし、リサさんが執拗に足にひっついてくるから、もうめんどくさくて、携帯を取って家に電話して、誰か来てもらおうとした。わかりやすく、自宅って登録されてるから、かけてみた。しかし電話しても誰も出なかった。おう？一人暮らしなのかな？あの、家に誰かいます？やっぱりやる気満々じゃない。一人暮らしだから誰もいないわよ。さあ行こう。酔っ払いってうざったいんですね。
家どこのあたりですか？〇〇公園の前のあたりかな。バス停からだと、うちと反対方向だった。15年も住んでるんだから、狭い地元は、どこでも大体の場所は分かった。仕方がないからおんぶしてくことにした。これが後の後悔につながるとは。自分がシラフの時に酔っ払いに絡まれたらうざいよな。すごい綺麗だなって思ってたお姉さんの、こんな姿見たらもう、誰でもげんなりするでしょう。おとなしくおんぶしていざ出陣。スクールバッグはリュックのようにして前にかけ、リサさんのカバンをしっかり手に持ち、重たいお姉さんをしっかりとおんぶした。心の中で、元バスケ部なめんなよ。って自分を励ましながら歩き出した。数メートル歩いたとこで、急にリサさんが苦しそうにしだした。どうしたんですか？吐きそう。おう、一回下ろしますよ。大丈夫、これくらい我慢できるし。本当ですよね。今吐いたらここに捨てますからね。ノープロブレム。グッジョブ。もうなんか意味わからなくなってるんすね。おぼぼぼぼぼドブエイグフォ。吐きやがった。ちょ、マジで吐きやがった。俺制服なのに。じゃあ、カバンが。そう暴れんなよ、また吐きそうになるだろ。ちょっと、本当に一回下ろしますよ。いやだ、もう足疲れて立てないし。もうゲロ臭いしリサさんわがままだし、高校生の俺には辛くて、泣きそうだった。とりあえず近くの公園へ走って入った。リサさんをベンチに座らせて、俺は急いで制服脱いで水道へ走り、ブレザーとカバンを洗った。そしてリサさんに怒ってるとわかられない程度で、少し文句を言った。吐かないって言いましたよね。あの時はあの時、さっきはさっき。あの時って、言ってからすぐ吐いたじゃないですか。いやね、君の首筋からいい匂いがしたから、私の匂いで消してやりたくなったの。次やったらマジで怒りますからね。了解、わかってるよそんなこと。ブレザーは着ないで手で持って、またおんぶして進み出した。途中リサさんが、上、くっせ、とか言い出して、地面に投げ捨ててやろうかと思った。やっとの思いで目的の公園へ着いた頃には、12時半を過ぎていた。〇〇公園着きましたよ、家どこですか？あっちの方だったかな。ウエス。あれ違った。やっぱあっちだったかも。ウエス。結局家へ着くまでにさらに30分かかりました。酔っ払い許せん。やっとの思いで着いた。しかしマンションの12階。エレベーター使えばまあ楽だよね。使えなかったんだけどね。必死に階段登って、やっと着いたと思ったら、鍵は下のポストに入れてるんだった。とか言い出してまた降りて登ってですよ。家の前でも時間食って、15分くらい家入れなかったね。もう美人じゃなかったら絶対許せなかったね。まあ許しちゃったんだけど、家の中へ入ってみたら、イメージと違って綺麗だった。靴脱がして、コート脱がして、ついでに少しだけおっぱい触って、ベッドに乗せた。リサさんは、ご苦労であった、代わりにおっぱい触るか？とか聞いてきたけど、遠慮した。もう少し触ったから満足だったし、とりあえずリサさんの家の風呂借りて、ゲロにやられたブレザーとバッグをしっかり洗った。匂いが落ちるまでしっかり洗った。よく考えたらブレザー自分で洗うとかアホだったけど、風呂から出たら爆睡してやがった。俺が顔プニプニして、ちょっと起きてくださいよ。って起こしたら機嫌悪そうに起きた。俺もう帰りますからね、しっかりと締まりしてくださいね。そういえばまだお礼してないね。よしお姉さんが抜いてあげよう。超遠慮します。酔っ払いは俺が帰ったら、すぐに眠ってくださいね。ああ、そういえばそのリモコン取って。俺がリモコン取って渡した時、いきなり思いっきりキスされた。ゲロ吐いて口の中洗ってないのに。笑った。羨ま。リサさんがこれで満足だろ。って笑ってるけどさ。確かに嬉しいはずだよ。美人なお姉さんにキスしてもらえるなんて、考えただけどフルオッキしちゃうと思うもん。でも俺のファーストキスがゲロ中って、なんかとても悲しくなった。すぐに口の中洗って、リサさんに口の中洗わせた。じゃあ帰りますからね、しっかり鍵閉めてくださいよ。玄関のとこに鍵もう一つあるでしょ？それで閉めておいてよ。また後で返しに来てくれればいいからさ。結局俺がまためんどくさいだけじゃないですか。いいから鍵閉めて帰れ。お姉さんが服脱ぎ出しちゃうぞ。では、風邪ひかないようにしてくださいね。鍵閉めて、おとなしく帰った。家へ着いたら、すでに3時を回っていた。それから俺は家へ帰ってふと思った。あれ、俺鍵どうやって返したらいいんだろう。別に普通に家へ行って、渡せばいいんだけど、頭の中でいろいろな予測が飛び交った。もし行っても家にいなかったら、もし行っても友達がいたら、もし行っても彼氏さんがいたら、もし行ってお取り込み中だったら。こんなこと考えるといけないと思った。連絡先も知らないし、俺どうしたらいいんだろうって思った。それから、3日後の月曜日、まさかのリサさんに会った。俺はテストが終わり、もう来年度への移行の準備が始まってたため、学校自体が午前中で終わり、昼飯をコンビニに買いに行ったとこで、偶然リサさんと会った。そこで話しかけてみた。
あ、こんにちは、今日はなんかしっかりしてますね。君誰だっけ？こいつ、忘れてやがった。1のスペックは？リサさんも。酔っ払うとマジで忘れるからな。リサさん18歳。今年から大学生のキチキチピッチ。おっぱいのサイズなんてわからないけど C だと思う。一応言っておくと、早めにいい場所を押さえておきたかったから、卒業してからすでに一人暮らしらしいです。俺16歳。今年から高2。175センチ56キロ。本当に何から何まで普通面。一応言っておくと、親はもういません。なので3時とかまで外にいても何も言われないのです。計毎6人で暮らしてます。ちなみにエロ期待しないでください。両親いない ?6 人兄弟そのシチュもなんか来るぞい。俺が中学の時に行っちゃった。兄貴と姉2人が働いて暮らしてる。これと言って話には関係ないぞ。ではさっきの続きを。君誰だっけ？知り合いなのかな？あなたがゲロをぶちまけた人ですよ。覚えてないや。名前教えてくれる？〇〇です。と言っても名前教えてませんが。名前知らないの？じゃあ知り合いじゃないじゃん。とりあえずコンビニを出ましょうか。いいけど、ナンパじゃないよね？絶対違うので安心してください。とりあえずコンビニ出た。とりあえず家に寄ってから、それからリサさんの家へ向かった。リサさんはかなり不安そうにしてたよ。この人寄ってないと、意外とガード固い人なんだなって思った。リサさんの家に着いてから、とりあえず説明をした。金曜日に酔っ払って絡んできたこと、鍵を借りてること。証拠として、家寄って取ってきた鍵を使用して開けた。リサさんは急に一人ではしゃぎ出して、あちゃーとかあの時かなーとか言い出した。とりあえず中に入って一緒に飯を食べた。いきなり一緒にご飯とは。1には4人の警戒心を解くフェロモンがあると見た。コンビニで買ったコンビニ弁当だけどな。そのまま、どういうことがあったか説明した。どうやら、リサさんによると、あの日は卒業してから一段落したから、みんなで宴会をしてたらしい。その勢いで誰かがお酒を飲み始めて、それに乗せられて飲んで、結果脳剤モードに入ったらしいです。俺がそれを説明するとすごい勢いで謝ってきた。どうやら素だと、普通にいい人みたいですね。俺は若干この時点で、少し面白い人だなって興味を持ってた。その日はそのまま話しただけで終わった。帰り際に連絡先交換した。絶対連絡取らないだろうけど。しかし早速連絡することがあったのだ。なんでかわからんが、鍵をポケットに入れっぱなしだったのだ。癖って怖いよな。ファーストキス返せと詰め寄ったか？いやキスのことは言ってない。なんでかわからんが、鍵をポケットに入れっぱなしだったのだ。俺はすぐ別れた後に、すぐ引き返すのはなんだか引けたので、連絡を取ることにした。あんな酔っ払いだけど、内心喜んでた。今まで女の子とまともに付き合ったことないのに、部屋に入って、一緒にご飯食べて、別れた後すぐメール。なんだこれ、リア充みたい、なんて喜ぶ自分がいて恥ずかしかった。とりあえずメールにしてみた。すいません、俺です。鍵間違って持って帰っちゃったんですけど、いつ返しに行けばいいでしょうか？メールを送ったもののその日は返信がなかった。俺は内心かなり困った。正直返信なんて、すぐ来ると思ってた。でも、鍵持ってるんだから、無視するとも思えなかった。俺は待つしかなかった。だから1日60回くらい新着メール問い合わせをしてた。しかし来ない、3日経っても来ない。結局その次の日、4日に返信は来た。なぜかもう、返信来ただけで、すごいメールを期待してしまっていた。しかしそんなメールなわけがなく、単なる普通のメールでした。どうせ暇だし、家いるからうち来てよ。めんどくさいっすよ、うちバス停から反対側ですよ。どうせ俺くんも暇でしょ？いいから来なよ。ジュースおごってあげるからさ。どうせ暇だったのでなんだかんだで行くことにした。けど、俺は親がいないから、弟がまだ小学生で、弟がいるときは昼飯を作らなきゃいけない。だからその後に行くことにした。俺がリサさんの家に着くと、正直迷った。インターホンを押すか、この鍵を使うか。だってもし鍵を使ったら、キャーってハプニングあるかもしれないし、もしかしたら、おっぱいが見えるかもしれない。でももしかしたら、そういうやつだと思われて、これから仲良くできないかもしれない。正直すごく迷った。10分くらい迷った。結局はチキンな童貞だから、インターホンをした。どうせそんなハプニングなんて、起こらないと思ったし、リサさんは思いっきり、すっぴんで部屋着って感じだった。これってつまり男って見られてないのかな。なんかやっぱ暇らしくて、家入れてくれた。相変わらず綺麗な部屋だった。俺はもう向こうがすっぴんだし、こんな格好だから、やましいことは何も起こらないと分かってたから、もうテンションは下がってた。その日も結局ゲームしただけだった。4時間くらいでモンズソウルしただけだった。俺がやって、あんな初見殺し避けられず死んで、リサさんがそれを見て笑う。
でも4時間部屋にいさせてもらえるって、そういうことするやつだと思われてないってことだと、勝手に自分の中で信頼されてるんだろうなって、少し嬉しかった。その日はそれで終わったけど、リサさんは春休みですごく暇だと言ってたから、俺たちは毎日のようにゲームするだけだけど、遊ぶ仲になった。最初は俺が、予備校のテスト近いので、身近にいる先輩に教えてほしい、みたいな口実を作って遊びに行ってた。結局やることは、雑談とゲームなんですがね。鍵は返したのか？108しっかりと返したよ。しかしリサさんも友達との付き合いってもんがあるから、行けない日もあった。俺も予備校はあるし、予定が合わない時もあった。でも、結局はお互い暇だから遊びに行くんだった。しかしうちにはあげなかった。小学生の弟には、この人は刺激が強いかなって思ったし、何より家族にこんなお姉さんといると、遠行だと思われると思ったから。だから遊ぶ時は毎日リサさんの家だった。しかしやっぱりまた酔っ払い状態に会う時もあった。俺が学校帰りに友達と13時間カラオケをした日、帰りがさすがに遅くなって、遊びすぎたなってすぐに帰った。深夜バスしかなくて高いけど、それに乗っていつものバス停の少し手前まで来たとこだった。いつものバス停まで歩いてると、見たことある姿が。案の定、酔いつぶれてるリサさんだった。酒弱いのに飲むなよ。てかまだ20歳じゃないんだから酒飲むなよ。声をかけると案の定ビッチモードだった。おお、俺くん。こんな時間に歩いてるなんて。やばい。酔っ払ってると相変わらずうざいっすね。ほらぐずぐず言わずおぶれ。もう最初から諦めてたからおぶることした。後日聞いた話だと、いつも酔っ払ってこうなったらどうしてるのか聞いたら、俺が来なかった日は、朝までそこで爆睡して、近所のおっさんに起こされるらしいです。絶対今回は吐かないでくださいよ。わかってるよ、吐いたらまたおっぱい触らせてあげるから。またって言い方やめてください、まだ触ったことありません。触っただろ、食い入るようにガン見しちゃってさ。一瞬あの時起きてたのかと思って冷や汗かいたよ。結局頭から吐かれた、しかも俺の髪の毛の中に顔をうずめながら。さすがに切れた、後でおっぱい触ってるとこらえて、その場は何もせず、おとなしく家へ向かった。家着いて、まず口を洗わせた。またゲロチューされたらたまらんと思ったし、正直ゲロ吐かれた後の口臭はやばいと思ったから。今回は髪の毛にしっかりゲロが絡まってたから、また風呂場を借りた。俺の髪の毛。髪洗うけど、服を脱ぐわけにはいかないと思ってた。けど、前回の経験から寝てると思った。だから上だけ脱いで、髪を洗った。洗ったと言っても水で流しただけだけどね。無駄毛処理のやつとか見たときは、あ、やっぱり、女の子ですもんね。って気分でしたよ。そしたらね、うん、エロハプニングではないけどね。リサさん入ってきたたんですよ、裸で。全く俺のこと気にしてなかったですけどね。俺は焦りましたよ、おっぱい見えた瞬間、ギャーって叫びましたがね。リサさんそんなんお構いなしに、シャワー浴び出したから、俺はすぐ出たよ。服浴室に置いたまんまだから、帰れないから、とりあえず落ち着いてテレビ見た。いやすごいドキドキしてテレビの内容を思い出せないけどね。フルオッキーなんてレベルじゃなかったことだけは、今でも覚えてる。それから30分経っても、1時間経っても出てこないから。あれ、これって、死んでるんじゃね？え、そしたらまずくね。溺れちゃってたらまずくね。一瞬でチンコが縮んだ。しかし浴室だから、入ったらまずくね。俺どうしよう、入るべきどうしようどうしよう。とりあえず呼びかけてみた。リサさん、起きてます？返事ないと入っちゃいますよ。しかし返事がなかった。とりあえず心配だから入ってみた。言っておくけど、決してやましい気持ちはない。人命救助のためだ、やましい気持ちは一切ないからな。入ったら浴槽で爆睡してた。どうしたらいいかわからんけど、とりあえず起こした。しかし全然起きない。前回同様揺さぶって起こすわけにはいかないし、とりあえず声かけるしかなかった。しかし起きない。リサさんの友達呼んだ方が早くないかって思ったけど、時間が時間だから、さすがに迷惑すぎるだろうし。終始テンパってたよ。もういいや、おとなしく浴槽から出そう。決心して、女の人の裸を見ても動揺しないように、深呼吸、そして煩悩をかき消す。いざ出陣、浴槽から一気に抱きかかえたけど、持ち上がらない。必死に持ち上げて、一気にベッドまでダッシュ。濡れてるけど気にせずベッドに置いて、思いっきり布団をかけた。おっぱいとか見えなかったよ。うん、見えなかった。思うのだが、おぶったから腹が圧迫されて吐いたんじゃないか？まあ、いいや、リア充リア充っと。え、おぶったらそんなんなるんですか？これからは絶対酔っ払いおぶらないことにしよう。それからリサさんを起こした。しかし布団に入ったまま、眠ろうと動かなかった。さすがに冬に真っ裸で寝たら、風邪ひくと思って必死に起こした。けど決して服を着ようとしなかった。こういう時、どうしたらいいかわからなくて、ずっと焦ってた。
とりあえず布団の中にいるわけだから、絶対見えないだろうと思ったから、その辺に置いてある服を着せることにした。興奮なんて一切しなかったけど、それで服着せることできたから、俺はおとなしく帰ることにした。鍵はもちろん俺がかけたから、また鍵を持って帰った。それから、まだリサさんには会っておりません。実は言うと鍵を返せていないのです。正直あんな真っ裸見たから連絡しづらくて、まだできてないです。こういう時ってどうメールした方がいいですかね？しろよしてくれ。当たり前だろ、聞くまでもない。とはポストに入れてくればよかったじゃん。また会うための口実で持って帰ったんだろ。安価か。弱ったな。いやメールするつもりなんですけど、どうメールしたらいいかわからなくて。あれから3日くらい経ってますね。正直なとこ、リサさんのことは好きですよ。もちろん大好きです。でも向こうは完全に意識してない気がして。別にそこまで童貞卒業はせいてません。実際持ち帰ったのは次に会う口実のためですけど、正直どうかを合わせていいかわからなくて、あわあわしてます。とりあえずメールして、裸見られたこと、覚えてるか聞いた方がいいですかね？風邪ひいてないか聞いてみて、そして、そんなフラフラになるまで飲まないでください。って言っとけばいいんじゃねかな？あえて裸のこととか言わない方がいいと思うんだけど、どうだろ？そんなこと聞いてどうすんだよ。普通に次の日大丈夫だったかとか聞けよ。大人な意見だな。よし、じゃあ送ってみるよ。どんな反応来るだろう。わくてか。返信来ない。焦りすぎだ、持ちつけ。前回のメールも3日後くらいだったんだろ。今日中に来れば十分早い方だろ。土曜日の日中だぞ。普通に考えたら遊んでる。または、寝てる。メールは、この前も酔っ払ってましたが風邪とかは平気ですか？薄い服装だったので心配です。だよ、ちょっとよそよそしすぎたかな？小さいこと気にしすぎだろ。後で絶対後悔するパターン。返信来たー。なんで毎回返信遅いんだろう。こんなヘタレにもフラグが立つのに俺と来たら。これで遅いとかお前。いや今回は早い方かな。返信の内容。風邪ひいたよボケー。てかなんで風邪ひいてるってわかったの？だってさ、これは酔ってた時のこと覚えてないのかな。心配だったものでメールしたんです。大丈夫ですか？何か届けますよ。とでもメールしとけ。お前天才だろ、送るわ。薄い服装だったので心配です。と言い訳しておいたのになんでわかったの？だなんて薄々気づいてるんじゃないか？酔っ払った翌日に濡れた服着て自分の布団で寝てるなんて不自然だし。確かにそうだ、どうしよう。どう送るか迷っちまう。気づいてたって問題ないだろ。むしろその方がいいんじゃね？家に行ったらイベントになるかもよ。あなたは奇才ですな。じゃあさっきの送ってみる。逆看病ルートだな。一は料理できるんだったよな。夕飯とかだといつもは妹と作るけど、一人でも全然作れるよ。返信来ました。急に優しいね。写したら悪いから勘弁だよ。少年はおとなしく勉強してなさい。だってさ、やはり頼りにされてない。クッキー持ってとつ。ホワイトデーだから、で押し通す。渡すだけでいいからゴー。とりあえずとつしてみる。メールはこのまま無視で今な。目の前まで行って今前にいるんだで行け。いや鍵持ってるから勝手に入ることもできますよ。じゃあクッキーは時間かかるからコンビニで適当にポカリとかプリン買っていきます。正直向こうからしたらなんでそこまでするんだって気分だろうけど、とりあえず突してきます。暇があったら携帯から来ますね。携帯からです。やっぱご飯作ってあげた方がいいですかね。相手の状態にもよる。作れないぐらいひどい状態、まあ関係なく料理できる男はポイントアップな。一よりその女の子の方が料理うまくても、作ってやるだけで童貞でも大人の男に見られんじゃね。あと、いきなり鍵開けとかすんなよ。うどんの材料だけ買ってきました。うどん作りに来ました。うどん作るんで一緒に食いましょう。状況に合わせて3択で。多分メールで笑いとかつけてるし、元気なのかも。じゃあ、スーパーにも行ってきます。みんなに初めに言っておくけど、ヘタレな俺にできるかね。焦らなくていいし。彼女とお近づきになることが今回のミッションクリアの条件。若さもあるし、フットワーク軽く、行ってから、使いっぱで買いに行くのもあり。では、今から入ります。一応インターホンにします。でか小手半一にしちゃってたよ。では、行ってきます。行ってら、今頃どんな会話が。見てるこっちがドキドキすんぜ。でもさ、本当に風邪ひいてるとも限らないよな。三沢的なノリっていうかちょっと気を引きたくて。参ったわ風邪だわ心配されちゃうわ。って言っただけかもしれないしな。実際にとつったらピンピンしてたりして。どっちにしろこの状況羨まし。どうもゲローです。どうやら結構長居することになりそうです。帰ってきてから全部報告します。ではこの女って話が本当なら酒やばいよね。
どこか隅か知らないけど普通に担いでお持ち帰りされるんじゃ。あ、どこのバス停？おう？楽しみにしとくぞ。なんか釣りっぽくないか？釣りでもいい。俺は楽しみにしている。とにかく鍵返したら？193で買い物に出る、15時45分。205女の家の前16時4分。20分で移動、買い物、移動。家の距離はバス停を挟んだ村区の位置。ここの展開だけがどうも引っかかる。女の家の近くで買い物したんじゃない？そろそろ帰ると思います。長居すると、リサさんに迷惑だと思うので。あと、時間のことで質問があったので、帰ったら大体の地図を書くので。結果だけ言うと、うちからスーパーが近いんです。地図行くとか釣り宣言来る？晩ご飯作れよ。帰るなよ。すいません、今家出ました。うどん作ってきましたよ。今から家戻ってから夕飯作ってから来ます。よっしゃよっしゃ。地図と回覧から詳細報告よろしく。リサさんに安価メールしようぜ。リサさんの家に突撃した一致。どんな展開になったのでしょうか。じゃあ書きます。ついてます。インターホン押したら普通に出てきた。俺の顔確認した瞬間閉められた。ちょ、なんで閉めるんですか。逆になんで来たの。今日すっぴんだし、帰ってよ。いきなり女の子の家行くってダメでしょ。おう、確かに急に突って普通ダメだよな。いつの間にすっぴん気にされる仲になったんだ。いや、あなたは俺に対して今までそんなこと、気にしたことなかったでしょ。いやでも、そうですね、急には失礼でしたよね。じゃあまた10分後にインターホンをします。そういう問題じゃないよ。なんで急に来たの？心配だったからですよ。ほら早く開けましょうよ。まあ確かに、せっかく心配してくれて来てくれたわけだし、仕方がないからいいけど、やましいことはないよね。あなたがおっぱい触るか聞いてきても、しっかり断る俺だから平気ですよ。こうしてやっと入れました。誠実でよかったなぁ。俺の場合ヘタレなんですけどね。リサさんは思ったより、元気そうだった。熱は一応あるそうだが、俺が来た時ちょうどゲームやってたみたいで、画面つけっぱになってた。そこでまた改めて聞かれた。それでなんで来たの？心配してたからですよ。それに鍵も返したかったですし。あれ、なんでまた鍵？また酔ってる時に私に会ったの？え、覚えてないんですか？全く覚えてないや。ごめんごめん。次また会ったら部屋に着いた時に置き紙でもしておいてよ。ああ、そうですね。次からそうします。てか、心配だから来たって、来たからって何してくれるの？俺そうですね、とりあえず看病しながら、暇つぶしに付き合いますよ。他にできることなんてないですし。それから雑談しながら、リサさんのゲームを見守ることにした。そこで少しだけ、リサさんをからかってみたくなったから、こんなことを言ってみた。リサさんって、おへそのあたりにほくろありますね。あと背中の肩甲骨あたりとか、なんで知ってんだよ、とか言って、少しだけバレることを期待した。そうだねー、なんで知ってんの？なんででしょうね。まあいいや。別にほくろの位置なんて知ってもね、なんか気持ち悪いだけだし。あ、そこアイテム落ちてるよ。これは間接的に、お前キモいって言われたってことだよな。そこは、なんででしょうね。じゃなくて、本当に何も覚えてないんですね、だろ。そういえば、お腹減ってません。減ってるね。家出るのもめんどくさいし、料理するのもめんどくさいから、適当なお菓子しか食べてないし。なんか俺作りましょうか？俺得意ですし。え、作れんの？じゃあ作ってもらうことにしよう。けどあんまし台所汚さないでね。ここで一気に挽回ですよ。持ってきてる材料的に、うどんしか作れないから、おとなしくうどん作った。もう何も考えず、とりあえず普通にした。また変に企むと、墓穴を掘るだけだと思ったからね。なんだかんだでやはり、あんま他人にいじられたくないらしく、二人で作ることになった。作るって言っても野菜切ったりするだけなんだけどね。作り終わって、なんだかんで俺も一緒に食った。テレビ見ながら、もうやることなんて雑談したかなかった。それで、一応気になってることを、ほとんど聞いてみることにした。そういえば、毎回俺が行くたびに一人ですけど、彼氏とかいないんですか？残念ながら、今はいないねー。なんだ、私に惚れたのか？いや、割とモテそうな感じなので、聞いてみただけですよ。次とか行くときとか、彼氏さんいるなら、行きづらいし。そんなん気にしなくていいよ。別に私の暇つぶしに付き合ってもらってるだけだし。てか思ったのですが、他の男の人にも、俺みたいに気軽に家に入れたりするんですか？結構それって危なくないですか？いやしないよ。この部屋で男と二人きりになったのは、君だけだしね。え、もしかしてリサさん、俺に惚れました？あんな時間に家まで運んでくれるし、何もしてこなそうだし、年下だからね。別にそういうことないだろうなって安心してるだけ。なんだ、私に惚れたのか？はい？一択だろうに。そんなこと言えたら彼女作れてますよ。なんかフラグ折れてる気がしてきた。
え、俺もしかしてリサさんに、男と思われてないのですか？いやそんなことはないよ。そんなだけ優しいんだし、俺くんモテると思うよ。彼女とかいないの？いませんよ。彼女欲しいっすよ。どんな子がタイプなの？そうですね、黒髪で、髪長くて、メガネが似合って、可愛くて、優しくて、話しやすい人とかですかね。理想が高すぎる。リサさんはどんな人がタイプなんですか？太ってるよりも痩せてる方がいいかな。顔はそこまで気にしたことないかな。イケメンが嫌いってわけじゃないけどね。性格はクールって感じな人がいいかな。優しくてかっこよければバッチし。さっさと告白しろよ。ゲローが、俺、いや、割とモテそうな感じなので、聞いてみただけですよ。次とか行くときとか、彼氏さんいるなら、行きづらいし、なんて言うから、自分からフラグ追ってる気がする。俺はね、確かにそこで一歩踏み出せば告白できるんですけど、なぜか、毎回そこで否定しちゃう。どんなに好きでもなぜかこうなっちゃう。リサさんだって理想高くないですか？確かにモテそうだからできそうだけど。俺くんのはなんか細かいんだよ。そんなんだと俺くん一生童貞だよ。いやいや、だって理想は高くありたいじゃないですか。でも、実際なんか雰囲気いい人が一番好きですけど。告白されたこととかないの？ビッチになら、なんか急に恋バナになって、なんか女子とこんな話するの初めてだから、ドキドキした。え、あったの？それすっごい失礼ですよ。リサさんは彼氏とかいたことないんですか？そりゃあ一人くらいならいるよ。マジっすか？え、どんな人だったんですか？中学生の頃だけどね。中学生の頃とか、サッカー部の人とかって、なぜかかっこよく見えちゃうじゃん。ああ、なんとなくわかります。結局手をつなぐまでしか行かなかったけどね。リサさんの恋愛の話聞いてから、なんとなく気まずく感じたので、皿洗ってから帰りました。これといって特に進展はなしです。とりあえず、信用はされてるみたいです。明日は予備校があって、リサさんの家には行けません。皿洗うのが偉い。酔ったノリで誰かの家に連れ込まれそう。不安ですよね。それに覚えてないだけで、酔った勢いで、何かあるかもしれないですし。鍵は返したのか？鍵は返しました。後悔しないように今すぐメール&突きしろ。極力切り出すのも、直接言いたいです。クラスの女子とかが、メールで好感度上げようとしたり、告白するやつって絶対ないよねー。絶対無視しちゃうって言ってて、かなり不安ですし。そこまでせく必要もまだないかなって思ってるんですが、どうですかね？急ぐようなことでもないでしょ。急ぐようなことではないが、ここぞという瞬間には躊躇せずに行動しろよ。メールするなら、風邪が治ったらまた遊ぼうとか、どこか行こう程度でいいんじゃね？告白するならやっぱ、話がある、からの突で、直接会って伝えるのがいいよね。向こうも一応好印象だと思うんですけど、それはなんか異性としてとかじゃなく、なんか弟みたいな感覚だと思うんですよね。弟ポジションでとりあえずは OK。男は成長するので、第一段階としてはいいんじゃないかな。一緒にいる時間、メールで話す時間を重ねていけば、次のステップも見えてくる。もっと会って距離を縮めろ。それから告白で OK。リアルタイム来たー。お前もビッパーならここで安価やるか？俺の経験上安価だと成功してハッピーエンドが多いんだぜ。そんなこともないし、そんな場合でもそれは二人の仲が出来上がってるからで。とにかくやめとけ。どうしよう、安価した方がいいですかね？するな。ビップとビッププラスを間違えててリアルタイムとか言ってるアホなんかアボンしとけ。きちんと告白したいなら安価はやめた方がいい。ろくなことにならないぞ。すいません、ちょっと今日は疲れたので、寝ます。安価はやめておこうと思います。それがいい、おやすみ。明日、予備校行く前に、昨日は突然行ってすいません、体調はどうですか？なんかあったらメールでも何でも連絡くださいね、みたいな感じでメール送るつもりです。こんな安価反対すれ久々に見たわ。ま、純粋なゲロ君をみんなで見守ってやろうぜ。皆さんおはようございます。予備校は2時から9時までです。リサさんには、昼頃の予備校行く前に、メールしようと思います。メールのやつ、参考にさせてもらいます。メールは、昨日は突然行ってすいません。体調はどうですか？なんかあったらメールでも何でも連絡くださいね。まあ何もなくても行きますがね。にしてみます。最後の一文かなりキモいよ。俺も最後の行はいらんと思う。オーフ。じゃあ最後のは抜いておきます。最後の一行を変えるのなら、また僕からもメールします、とかは？今までのレスを読む限り、最後の行があっても良いと思う。まあ何にもなくても行きますがね。は、やんちゃキャラの年下が使っていいもんだと思う。ゲローみたいな純情ボーイは今度行くときはちゃんと連絡しますね。くらいがいいと思う。最後の文どうしよう。399みたいなやつのがいいですかね。あと今日予備校の時間が大幅に減り、7時くらいに帰ってこれるのですが、さすがに今日はリサさんの家に行かない方がいいですよね。
あまり行くのは迷惑だと思いますし。本当に弱ってるならともかく、予備もしないのに毎日は迷惑だろ。むしろ、早く元気になって遊びましょう、的なこと書いた方がいいと思う。何気にデートの予約にもなるし。今日は7時に予備校が終わるんですけど、晩ご飯作りに行きましょうか？でどう？じゃあ、もし治ったら、暇でしたどこか遊びに行きましょうよ、みたいのはどうですかね？日本語にしろ。治ったら、どこか遊びに行きましょうね。のがいいかな。407みたいのはどうでしょう？なんか彼氏面そんなよとか思われそうで怖いですが。遊びに行きませんか？にしたら？そんなレベルで彼氏面には見えん。彼氏なら、誘って許可を得るような言葉じゃなく、誘うだけになる。で？彼氏、治ったら水族館に遊びに行こうな。君、治ったら水族館に遊びに行きませんか？年下なんだからそれ行かせよ。じゃあ最後の文は407で行きます。今送りますね。あと一応予定を言っておきます。月曜日は新しいバイトの面接。火曜日は弟の三者面談。水曜日はバイト。なので、次に一日中会えるのは木曜日になりますね。いいなぁ。青春だなぁ。相変わらず返信は来ませんね。焦るなって。今の関係なんて今月中だけだよ。だから焦れ。失敗を恐れるな。だってさ、飲みサーなんて入った日には、怖くてえん。すごい不安になったわ。デートっていうか、ラーメンに誘ったら？女ってラーメン屋とか、飲食店に一人で入れない人が多い。でもラーメン自体は好きな人がほとんど。それなりに小切れでうまいラーメン屋とかあったらチェックしておくべし。で、桃鉄とかなんでもいいけど、ゲームの勝敗にラーメンかけろ。お前天才すぎる。いい人、可愛い弟ぶって距離縮めて。とか考えるかもしれないけど、少し強引な男がいたら簡単に持ってかれるぞ。だって俺くん何も言ってくれないから。なんてこと言われるの嫌じゃないか？十分距離は近いと思うからタイミング逃さないで。告白のタイミング。で待つものじゃなく、作る感じだけどね。二人で楽しく話してて、ちょっと無言になった瞬間とかは、狙い目かな。お前らのことは本当に師匠と呼びたいわ。てか今思ったんだが、最後の文は、治ったらうまいもんでも食いに行きましょう、とかのが良かったかな。そんなに最後の文気にしなくてもいいと思うぞ。最後の文の遊びに行きましょうには、ご飯食べに行きましょうも含まれてるようなもんだから何でもいいだろ。リサさんは一人暮らし始めたばっかで友達も近くにはあんまいないだろうから今はチャンスだと思うよ。相手側から考えてみろ。自分は年上で酒癖悪くてゲロ引っ掛けて料理させて、部屋もすっぴんも見られててダメなとこ見られまくってるんだぞ。その上恋バナ振ったら微妙にかわされて気がないんだと思われてるかもしれん。もうちょっと好意のある様子を見せてもいいんじゃないか？客観的に見るとお互い好意はあるんだろうけど二人とも不器用すぎる。ゲローからしたら、俺って男として見られてないかも、って感じだしな。まあ二人とも恋愛慣れは駆け引き慣れしてないとこが純粋でいいとこなんだけどね。確かにそうっすね。今がチャンスかもしれません。学校始まったら、大学のイケメソに、取られちゃうかもしれませんしね。ちなみに返信は未だに帰ってきません。俺は今から予備校です。まあ今月いっぱいが勝負だろうな。あと、酒癖の悪さを自覚させろ。ぶっちゃけいつ事故があってもおかしくないレベルだろ。ただいまです。まずは、付き合うことを目標に頑張ります。ヘタレですいません。次会う時にお酒の話してみます。正直酒の勢いでやっちゃったこととか、実際あると思いますし。あ、返信は来てました。ちょうど俺が授業受けてる最中に、内容は。わざわざメールありがとう熱下がったよ。まあ昨日も割と元気だったけどね。治ったから飯おごれ。年下だからって遠慮しないぞ。ですって。遊びにじゃなく、ご飯になりそうですね。バカ早速今日誘え。それフラグだぞ。何言ったりしてるんだ。ごめんよ、今日弟の誕生日なんだよ。今日って震災が起きて1年で、周りの友達たちとパーティーってわけにいかないから、家族でやることになったんだよ。今日予備校を早めに切り上げたのも、これのためなんだよ。だから明日とかで平気かな？その旨を伝えて明日だ。連絡は今だ。おお、治ったんですか。ならよかったです。今回だけならおごりますよ。明日でいいですよね。俺明日バイトの面接なので、バイトの合格の前祝いとして、みたいな感じでいいですかね？ユーモアも入れてみたんですが。ユーモアの意味知ってるのか？弟のをメールに入れていいと思うけどね。弟入れようよ。弟の誕生日のくだりを入れて返信しておきました。スーパーで買い物したり、いろいろあるので、また後で連絡しますね。いってらっしゃい。お姉さん視点はわからんが、一が家族思いで、マメな男前であることがわかった。お姉さんがこの魅力に気づいてくれれば、双方にいいことが。一は今頃弟の誕生日パーティー中かな。一が温かいやつで惚れるわ。ただいまです。
おかえり。弟は喜んでた？喜んでましたよ。誕生日に 3DS とか豪華すぎだろって俺は思いましたがね。あと、リサさんにも会ってきましたよ。大した会話はしてませんが。会ってきただと。リサさんとは、パーティーの最中もずっとメールしてて、みんながアイス食いたいって言うから、俺がコンビニ行くことにして、その時リサさんに、今からコンビニ行きますから、どこ行くか話しますって送って、コンビニでどこ行くかと、雑談を少ししただけです。何も進展はありません。いや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 、進展してるよ。すげえよあんた。あまり高すぎると、俺の財布がバーニングするので、駅のお好み焼き屋にしました。何食べたいですか？なんかこじゃれたとこじゃなく、普通なとこがいいな。ガストとかですか？それはいや。外食なんてガストとかしか、行かないからわからんすね。駅前の〇〇とかは？みたいな結果お好み焼き屋に決定しました。おいおい、いくらなんでもガストを出すな。しかしゲロー、やるな。いや、すげえよ、DK だった頃の自分が見たら爆発するわ。明日は学校が午前中で終わって、16時からバイトの面接、ご飯は妹に頼んでおいたから、そのまま、リサさんの家行くって感じです。人生初めてのデート、何していいかわからない。弟喜んでるみたいでよかったな。無理してもしょうがないから素直に会話を楽しめばいいんじゃね？いろいろ聞きたいこととか考えて今後につながるような情報を聞き出したり。清潔感は大事。あとは、リラックス。デートってかご飯食べるんだし、会話はゲームのネタでいいんじゃないかな。スーパーによって、自分の家の食材買い出しに一緒に行ってもらうとか、普段の自分からあんまり背伸びしない方がいいよ。一応制服で行くつもりなんですけど、ダメですかね？リサさんの家で作るわけじゃなく、リサさんの家で軽く雑談して、しばらくしたら駅まで行って、お好み焼き屋って感じです。その後は何も考えてません。こういう言い方を許してほしいんだが、ゲロはきっとそれなりの苦労をして生きてて、人の痛みとかそういうこともわかる男だろうから、みんなが言うように背伸びせずありのままのゲロで接すればいいんじゃないか？そうすればきっと相手にも伝わると思う、ゲロの気持ちが。マジで好きめー。個人的には制服ありだと思うが、バイトの面接から直だし、一回家帰ったらご飯頼んでるし出がたいよな。あと、リサさんはそういうの気にしなさそう。私服の方がいいと思うよ。じゃあ私服にしようと思います。でも俺お下がりの服しか持ってないんですよ。平気ですかね？なんか姉にはじじくさいって言われるんですよ。私服じゃないと、お酒も飲めんでしょ。リサさんが、食べるときはちゃんと口閉じてくちゃくちゃ言わせないように。飲み物すするのも厳禁だぞ。リサさんが酒飲み出したら、お酒の時どうなるか自覚してんのかとか、聞いてみようと思います。私服か。最初から難関ですね。お下がりで十分。ほつれてたり糸が出てたり汚れてたり、じゃなければ OK。金のない高校生が背伸びしてもしょうがない。ワイシャツだけは、制服のでもいいよ。うっす。自分らしく、頑張ってみます。明日はバイトの面接とリサさんとの食事と、ずっと緊張してる一日になりそうです。誠実さとひたむきさ。ゲロー、頑張りすぎず頑張れ。酔っ払い女に絡まれた話をする、後編。おはようです。結局2時間しか寝れませんでした。正直ここまで緊張するとは思わなかった。食事中は楽しい話だけをしろよ。リサさんが飲みたそうなら一杯だけ飲ませろ。後でちょっと話がしたいから。って言っておかわりは禁止な。で、店を出て公園でもリサさんの部屋でもいいから場所を変えてからそこで。ちょっと真面目な話していい？酔った時のリサさんは心配だ。飲みすぎにはくれぐれも注意してくれ。リサさんに何かあったらと考えると耐えられない。っていうかぶっちゃけ好きです。こんな頼りない年下に言われても嬉しくないかもしれないけど、あなたを心配している人間がいるってことだけは知っておいてください。俺だったらこんな感じで行く。あえて、付き合ってくれ、とも言わないし、返事も求めない。ただ、迷惑でなかったらこれからも会いたい、とだけ言う。ないとは思うけどそこで、余計なお世話だ。的な反応をされるようなら、それまでの関係だよ。逆にリサさんが反省とか感謝とかそういう反応するようなら大きく好感度アップだよ。もしリサさんの方から、付き合おう、とか言い出しても絶対に返事するな。シラフの時にもう一度ちゃんと僕から告白するからその時に返事してほしい。てえ、針に食いついた魚はいつでも釣り上げれるから慌てる必要はない。ここは誠実さアピールに使え。天才ここに現る。すごく参考になります。今学校終わりました。まずはバイトの面接頑張ります。今日はテスト返しだったので、授業は全部寝てたので、睡眠もバッチリですから平気です。なんか盛り上がってますね。今すべての準備を終えて、お店に向かってるとこです。お店にとって、15分前に入っても、迷惑じゃないですかね。遅れるよりはいいんじゃない？今頃面接中かな？頑張れよ。しかし、なんというぬくもり手だ。
胸が熱くなるぜ。ご飯は予約してません。面接終わりました。心臓が痛いです。これからは楽しい時間だ。なんかうっぷしてー。お好み焼き屋とか。面接はお店が忙しかったのか、途切れ途切れだったので、落ち着く時間があって楽な気分でできました。今のテンションで今日は乗り切ろうと思います。なんかうぷしたいんですけど、この使用5年目のオンボロ携帯は、カメラ機能を使おうとしたら、処理できませんってなってしまうのです。じゃあリサさんの家に行ってきます。なるべく、らしく行こうと思います。気取らず自然に行ってこい。しかしゲロかけられたり、ゲロ的なものを焼いて食う店に行ったり、つくづくゲロに縁がある男だぜ。追いついた。1は素の自分でいいかと。553は黙ってろ。ここで言う、いい結果。ってのは、リサさんとの仲がちょっとだけでも進展。ってあたりかな。せやな。今頃楽しくやっているんだろうな。普通の意味で。すまんです。今もリサさんの家います。来たこれ。すんません。報告は明日します。俺はまだ童貞ですを。まだ割と普通に頭回るから今のうちに書いておきます。さっきから無理やり酒飲まされてます。多分明日のお昼頃には、報告しますので。隙を見て水をたくさん飲め。潰れるなよ。フラグ立ちまくってないか？つうか、こうなると、リサさんもゲロウに友達以上の好意があるんだろうね。ゲロウ、公約されてるやん。すいません。ただいまです。だいぶ今辛い状況なので、昼にしっかり書きますね。あと俺の記憶だと、まだ童貞なので、おそらく何もないですよ。お帰り。辛いって精神的に？肉体的に？また報告待ってます。単に二日酔いで辛いだけだろ。おそらくってことは記憶が曖昧ってことだろうし。すいません。今学校終わったとこです。吐き気は学校で吐いたので、今は落ち着いてます。今から予備校に直行して、面談して、帰ってご飯食べてから弟の三者面談ですね。お前すげえやつなんだな。ポテンシャルあるわー。予備校の面談は今終わりました。妹が予定潰れて暇だから、三者面談行ってくれるかもしれないので、帰ったらすぐ報告できるかもです。では昨日のことを、書いていきますね。書き溜めてないので、そこはあしからず。昨日はバイトの面接終わって、すぐ着替えてリサさんの家にすぐに行った。正直バイトの面接なんて、久しぶりだったから、緊張してて、心臓痛くなってて。さらにリサさんとデートなんて、もう心臓が飛び出るかってくらい、激しく鼓動してた。リサさんの家に着いて、インターホンを押すと、すっぴんにパジャマで待ち構えていやがった。俺たち、これからデートなんだよね。変換ミスです。正しくは、待ち構えていやがった。リサさんの家着いて、大してお腹減ってないよねー。なんて言うから、しばらく暇つぶしすることに。と言っても、ゲームするしかないんだけどね。俺が、そういえば今日、バイトの面接だったんですよー。とか言うと、知ってるよー、受かったら爆笑だね、みたいな会話しかしなかった。なんか今までの俺の自信を、根こそぎ剥ぎ取っていかれた。そんなこんなで、俺が自信なくしたとこで、リサさんは化粧を始めた。見られたくないからってコンビニに行かされた。それから、駅まで歩いて行った。バスで15分くらいだから、歩いて25分くらいだったと思う。駅に着いてから、まだお腹が空いてないそうなので、ゲームセンターに行くことにした。あの銃でバンバンやるゲームとか、レースゲームとかやった。格ゲーは一応やり込んでたので、向こうを不快にしたら、絶対まずいだろって思って近づかないようにした。最後はやはり女子なのか、プリクラ撮ろうとなった。プリクラなんて今まで撮ったことなかったし、正直嫌だったけど、まあ楽しそうだからいいやってことで撮った。プリクラってすごいんだね。やはり最寄り駅だから、途中で中学の同級生に会うと気まずかった。なんでこいつ、こんな年上の姉ちゃんといんの？って目で見られた。絶対遠行だろ、って言われたと思う。なんか悲しかったよ。まあ別にリサさんのこと好きだからいいけど。俺たちはゲーセンを後にして、お好み焼き屋に行った。俺がお好み焼き屋を選んだのは理由があったのです。実はその行ったお好み焼き屋は、親父の知り合いが営んでるお店なんです。親が行っちゃった時以来、俺たちのこと考えてくれて、必ず安くしてくれるお店なんです。俺がおごるんだから安くなる方がいいと思って、ここに決定したのです。お店に入ったらおっちゃんがやっぱり、すごくサービスしてくれた。リサさんもかなり満足してる様子だったし、自分の中では100点の出来だったと思う。リサさんはやっぱお酒頼んだ。まだ20歳じゃないのに、お店の人は気づかず出しちゃう。見た目が大人っぽいから、仕方がないのかもしれないけど、さすがに自重しないのかなって思った。でも一応そこまで予定通りだから、昨日聞きたいことを考えてたから、さりげなく、そっちに話を移すことにした。リサさんって結構酔いやすいけど、それでなんかやらかした失敗みたいのあるんですか？もちろんあるよー。って言っても、お酒飲み始めたの、結構最近だからね。卒業してからだし。へえ、なんか酔った勢いですごいことしそうですよね。
そうだなぁ、先輩を張り倒したこともあるし、飲み会の席で脱ぎ出そうとしたこともあるし、犯されそうになった時もあるわ。え、マジですか？え、犯されそうになったって大丈夫だったんですか？大丈夫だったよー。友達が助けてくれたし。リサさんって酔っ払った時、すごいんですから、少しは気をつけた方がいいですよ。少なくとも外で飲む時は。おお少年よ。お姉さんのことを気にかけてくれるのか。しかしやめられないんだなぁ。じゃあ今日はせめて、お酒は控えめにしましょうよ。そうだね、京一くんに迷惑かけちゃまずいもんね。そうですよ。そういえば、リサさんってお酒飲んだ時って大抵、記憶失ってますよね。そういうとこも心配ですよ。確かにね。さっき話したことも、全部覚えてなかったもん。友達に言われなかったら、知らないくらいのレベルだよ。本当に心配ですから気をつけてくださいよ。おっとお、今日はやけに攻めるね、一くんよ。他にもたくさん話した。一応先輩だから、大学の学部の話とか、真面目な話も聞きましたよ。逆にリサさんは私立高校、俺は公立高校なので、どんな違いがあるかとか話したり、とりあえず楽しかったです。ちなみにリサさんにとって俺は、少し大人っぽい後輩だそうです。お店を後にして、また帰りもゆっくり歩いて帰った。若干酒の入ったリサさんは、手を繋いだりしてきた。嬉しかったけど、それでぐいぐい引っ張ったりしてくるから、若干疲れた。けどやっぱり嬉しかった。手繋いだのかバンバンフラグ立ってるな。大人っぽい後輩か。これは、どうなんだろう。俺は家に帰らず、少しリサさんの家に行くことにした。っていうかリサさんが来いって言ってきた。帰りに寄ったコンビニでリサさんまさかのお酒を大量購入。でもまあ、外で飲むわけじゃないし、いいかなって思った。家に着いてから、お酒を飲みながら少し雑談を始めた。もちろん飲んでるのはリサさんだけ。俺はコーラ飲んでた。俺もなぜかテンション上がってたから、二人で失恋話を始めた。俺は中学の頃に、二回撃沈してるから、その話をした。リサさんは終始大爆笑だったよ。俺もそれを見て、おお、こういう話はいいネタになるんだ、なんて思いながら満足だった。リサさんの失恋話は正直振られるような人に、見えなかったから、あること自体びっくりだった。なんでも、中学生の頃の話らしいが、ジャニーズジュニアの子に告白したらしい。恋愛とかできないからって振られたらしい。なんだそんな AKB みたい制度あるのね。リサさんは笑いながら話してたから、俺も笑ってた。しかしやはり、リサさんもイケメンが好きなのかと、実際かなり落ち込んでた。なんとなくテンションがかなり上がってきた時急にリサさんが、風呂入ってくる、って風呂に入ってしまった。正直焦った。これが意味するのは、セクロス、なのか。とりあえず悶々としながら待った。リサさんは風呂から上がったら、かなり薄着に着替えた。しかしそこは理性で抑えました。今までのことを無駄にしたくなかったですし、急に風呂入ってきてどうしたんすか？そんな薄着だとまた風邪ひいちゃいますよ。みたいにここは振る舞った。そしたらいきなりその辺を歩き回り始めて、何回身のわからぬことをしだした。その後俺の背中にもたれかかるように乗っかってきた。俺がちょっとふざけて、おっとおー、今日はやけに攻めますね、リサさんよー、とか言ってみたら、まあねえ、って言ってきた。これは、告白するべきタイミングなのか？けど俺はここでしっかり考えた。この状態は完全に酔っ払ってるし、ここで告白しても、絶対翌日には忘れてる。しかし思ったのですよ、どうせ忘れられる。なら今告白してみたら、向こうは覚えてないけど、向こうの素直な答えが聞けるかもしれない。しかし酔った勢いで言おうなんて言うかもしれない。どうすればいいんだ俺。なんてかなり迷った。とりあえずさりげなく、言ってみることにした。ちょっとリサさん。俺も男なんですよ。そういうのはいけないでしょう。うん、これがベストな答えじゃないでしょうか。しっかりと今までのキャラを保ちつつ、しっかり意識してることを告げられる言葉。おお、一くんやる気だね。やるか？よ、え、ちょっと待ってください。遅い。リサさんは俺の隙を突き、こっちへ思いっきり迫ってきて、俺に向かって思いっきりパンチした。なぜパンチ？パンチかい。かわいそう。グハッやるって戦うことですか。なんであのタイミングで、この言葉がそういう意味になるんだよ。って一人でツッコミを入れてた。ん？ああ、一くんも思春期真っ盛りなんだね。私はそんな軽くないぞ。一くんが望むならやってやらんこともないが。へ、マジですか？俺が笑った瞬間またパンチ入れられた。なんなんだこの人、てかそんな女の子のパンチでも、飲み食いした後だと、だいぶきついんですよー。なんて思いながらとりあえずじゃれあった。そんな暴れるもんだから汗かいちゃって、また風呂入ることに。まず俺が先に入って、次にリサさんがって感じだったけど、前回みたいにリサさんが入ってくることはなかったですね。その後さっぱりしたから、飲み物飲もうってなって、急にリサさんがお酒を勧め始めた。俺は正直、
こういうのは守る方だから、未成年で飲酒とか、喫煙とかは絶対しないって思ってた。けどこの時はテンション高かったから、別にチューハイなんてジュースと同じようなもんだよな。なんて思って、じゃあ一本だけですよーって飲み始めてしまった。お酒が入ると、なんだか俺もいろいろ語り出してしまってた。今思い出すと恥ずかしすぎる。お互い趣味を全力でお互いにぶつけ合ったり、お互いの家族の笑い話を話したり、友達とバカやった話したり、二人で恋人欲しいっすねみたいな会話もした。それで、リサさんが酔った勢いだったのか急に。キスしてみようか？ファーストキスだけど別にいいよ。なんて言い出した。俺が赤い顔して、何言ってんすか。俺今のテンションだとしちゃいますよ。なんて言うと、冗談だけどね。って言って笑ってきた。この瞬間は本当にドキドキした。てか本人はやっぱ俺にゲロチューしてきたこと覚えてないみたい。このまままったりして、お酒飲んで、二人で笑ってた。俺はここあたりまで記憶ないから、ここで酔いつぶれたんだと思う。朝起きたら二人で床で寝てた。俺は起きてから、布団をリサさんにかけてからすぐに帰った。当然しっかり置き紙はしておいたし鍵はまた俺が閉めた。俺は学校あるし、兄貴と姉二人の弁当作らなきゃいけないから、とっとと帰って、すぐ支度して、お弁当作って、トイレにこもった。ここあたりからすごい吐き気が襲ってきた。当然姉には怒られたが、それどころじゃなく、すごく気持ち悪かった。この時はすごくリサさんを尊敬した。あの人はお酒たくさん飲むのに、全く二日酔いが来ないなんて、なんかとてもすごい人に感じた。そして薬を飲んで、やっと治ってきて、学校へ登校できたのです。昨日書き込んだのはちょうどトイレにこもる寸前ですね。こんな感じで報告は終わりです。なんか質問あります？これ以上先延ばしにすると、1は、リサさんを女として見れてないと勘違いされちゃうぜ。やっぱそうだよね。もう告白した方がいいかな。置き手紙にはなんて書いたんだ？すいません、学校ありますし、リサさんが気持ちよく寝ているようなので、自分は先に帰りますね。鍵は俺が閉めておきます。では、お邪魔しました。俺もそろそろ告白してもいいと思うんだ。なんかリサさんは酔った勢いでゲロを誘ってきてるけど、結局ゲロが付き合ってからって思って手を出してないじゃん。でもそれって味方によってはゲロが嫌がってるようにも取れるわけよ。だけどリサさんは酔ったらまたゲロを誘ってくるぞ。そんなことを繰り返してるとダメになる気がする。リサさんが記憶にあるのはどうやら、俺の失恋話あたりまでのようだ。うん、やっぱ次会うときは絶対告白することにするよ。なぜだか今は自信がかなりある。次は絶対告白するよ。でも告白するなら絶対お酒を飲ませる前にだよね。酒飲ます前に、告白。OK ならそのまま。断られたら、酒、再度告白可能。彼女も酒の力を借りなきゃだったと思う。自分のが年上とはいえ、おにゃの子だ。男から来てほしいと思われる。彼女に恥をかかすなよ。リサさんって今年から大学生なんだっけ？それだと4月頭に入学式だろうから他の男に取られない期間。ってあと3週間くらいしかないんじゃないかな。だから積極的に行かないとそろそろ時間的に危ないかもね。自分でも何言ってるかわからないや。調子乗ってすみません。何日からかは詳しく聞いてないですけど、もう時間がなくなってきてるのはわかってます。お酒の力は借りず、しっかりと告白したいと思います。懸垂はしません。次会うときは、絶対そういう機会を作ってみせます。今日は鍵を返しに行かないの？今日はさすがに疲れたので、行きませんよ。多分お風呂入って、ご飯作って、食べて、寝ちゃいますね。明日はバイトなので、リサさんには会えそうにはないです。もうしてんのかもしれないけど、メールくらいすれば？自分は二日酔い大変でしたけど、リサさんは大丈夫ですか？みたいに気遣う感じで。それなら昨日はありがとうといつ頃に鍵を返すってメールしといた方がいいよ。鍵はしっかり返しに行くつもりですけど、さすがに今日は体力的に辛いです。メールは学校終わってからしてましたよ。やはりリサさんは二日酔いになってなかったそうです。しかしやはり待たすのはいけませんよね。一応鍵返さなきゃいけないので今週の木曜とか突ろうと思ってます。リサさんに対する思いはそんなものなのか？疲れた？お前の歳なら疲れた感は大人に比べたらへだな。プロポーズもそうだけど、告白も勢いだぞ。さすがに今日は勘弁してください。俺はこれからご飯作らなきゃいけないですし、リサさんにもそんな毎日行っても迷惑だと思うんですよ。バイト帰りだと、11時くらいになっちゃうんですけど、迷惑じゃないですかね？ありがとうございます。絶対しっかり告白してみせますよ。絶対やってみせます。あとさ、酒の時の記憶って本当にないのかね？実は覚えてたり。明日、バイト終わったら、メールで、バイト終わりましたー。疲れたー。今から酔ったら遅いですよね。って送る。OK なら、別にいいよー。って来る。ダメなら、今日はダメー。って来る。そしたら、残念。って送る。
11時ですか。じゃあちょっとメールで聞いてみましょう。さすがにバイト帰りだと、疲れててうへーってなっちゃいですが、そこは気力で頑張ってみますよ。すいません、そろそろいろいろやらんといけないので、今日は落ちます。リサさんから連絡あったりしたら、逐一報告します。次回、感動の最終章。ゲロウニハルが。おはよう。人の言葉で行動して後悔しないのなら聞いておけ。でも、結局は自分を信じて行動しろ。てか、コクってうまくいってからそれ悩もうぜ。どうも、こんばんは。どうしましょう。一応告白は公園とかで、しようかと思ってるんですが、今16で高校1年生です。今日結局リサさんと会うことになったんだっけ？リサさんにメールしたら、今日は午前中出かけて、帰ってくるのは俺と同じくらいですけど、疲れてると思うから午後は寝るそうです。リサさんもバイトあるから仕方がないっすよ。なんか恋愛っていいな。頑張れよゲロウ。じゃあ、どうしましょう。なんかヤバい気がします。なんかとりあえずヤバい気がします。何がヤバいんだい？どしたどした？こういう時に限って携帯つながりにくい。簡単に説明します。学校帰りに電車で幼馴染に会ったんですよ。それで二人でバス乗って一番後ろの席に座ってたんですよ。それでバスから降りる時に気づいたんですけど、リサさん乗って、明らかにこっちには気づいてたんですけど、なんか目線そらされて、勘違いされてる感じなんですよ。リサさん俺たちと同じバス停で降りずそのまま行っちゃいましたし。じゃあうち間違えとる。リサさんが乗っててです。なんだこの漫画みたいな展開。いいぞもっとやれ。お、面白くなってきたね。笑ってられませんよ。これって誤解されてますかね？どうしたらいいんだろう。リサさんだっていろんな男と飲んだりしてるんだし、勘違いしてたとしても弁解はできるだろ。とりあえずメールしてみます。でもなんて遅ればせながらいいんだろ。彼女でもなんでもないなら堂々としてろ。気になるなら会った時に、なんで知らん顔して行っちゃうんすか、みたいに聞いてみろ。勘違いしてたら訂正しろ。つーかむしろこの時が告白のチャンスだ。よかったな。良くも悪くも男女を意識させるきっかけだ。気にしすぎじゃね？メールしたいなら、さっきバス一緒でしたね。くらいでいいんじゃね？メール送ったけど帰ってこない。そんなに？うろたえんでも。落ち着け。リサさんが降りなかったのはバイト先がその先のバス停とかなんじゃね？よかったです。誤解解けました。お？よかったよかった。結局誤解されてたのかい？ん？誤解解けた？ってことはリサさんガチでイチのこと好きなんじゃね？すんません、居眠りしてました。一応、もう次会う約束をつけました。ですからそこで絶対告白します。何があったかは、パソコン立ち上げてから書きますね。その前に少しだけスーパー行ってきます。これは次スレ突入かな？なんか起承転結がはっきりした流れで面白いな。1時間ドラマに収まりそうだ。もちろんタイトルは、ゲロウ、な。パソコンつけました。それじゃあとりあえず書いていきます。俺が電車に乗ってたら、偶然幼馴染に会った。幼馴染の年齢はちょうどリサさんと同い年で、今年から専門学校に行くらしい。ちなみに俺の初恋の人ですね。会って、適当な会話してた。家は隣ではないけど、近いので、当然一緒に帰ることになった。幼馴染は別にリサさんほど可愛くはないよ。今は化粧してるから、そこそこ可愛く見えるけど、化粧してないと、普通な顔だし。俺はバスでは、毎回同じ場所に座ることにしてる。そこが空いてないなら座らないで、立つことを選ぶことにしてる。そこがリサさんと出会った場所である、バスの一番後ろの一番端っこです。今日も当然のようにそこに座った。端っこって落ち着くし、外だけ眺めてれば、他の人のことなんて気にしなくて済むからさ。そこに幼馴染と座って、話してたんだ。それで、俺とリサさんが使う、共通のバス停、そこについて、幼馴染と降りたんですよ。それで振り返ったら、リサさんがバスに乗ってたんです。俺とその場で一回目があったんだけど、すぐに視線を外して、そのままバスは出発しちゃった。それから焦って、ここに書き込んだ。さすがにバスだから追いつけなかったからさ。それからアドバイス通りメール送った。バスで目合ったのに虫はひどいっすよ。いやだって、さすがに彼女さんといるから気まずくてね。てかいちくん彼女いたんだね。すっごいびっくりだよ。やっぱ勘違いしてた。彼女？え、何のことですか？隣に可愛い彼女いたでしょ。リア充爆発しろー。あれは幼馴染です。彼女じゃないですよ。嘘つかないのー。あんなに仲良さそうだったじゃん。そりゃ幼馴染ですから仲いいですよ。え、本当に違うの？違いますよ。何度も言ってるじゃないですか。おー、それは悪かった。でもどっからどう見ても、彼女にしか見えなかったよ。そうですか？普通じゃなかったですか？全然。てかなんかそれだったらごめんね。いや別に全然いいですよ。よし、コンビニ来い。なっちゃんおごったる。マジっすか、すぐ行きます。
って言ってコンビニで雑談して、鍵返さなきゃいけないから、後日行くことになった。多分俺がまたご飯作ることになるんだと思います。いいぞゲロー。コンビニに呼ばれたらすぐ行っちゃうフットワークの軽さ、ポイント高い。すれどうしましょう。さすがにもう足りないですよね。立てたった。酔っ払いゲロ女に告白する。なんだかリサさんといい感じの一致。一致を見守るため、次すれが立てられました。待ってた。いいなぁ、なんか青春って感じがするよ。ゲロ臭いけど。幼馴染と一緒にいる時に彼女だと勘違いしてゲローに話しかけなかった。件に関する理由として、1、親しく話しかけたりして彼女、幼馴染、に変に思われないように気を使った。2、拗ねた。ここで1だとすると、そのバス停で降りなかった理由がちょっと説明しづらいな。さらに気を使って会わないようにするために降りなかった。ってことかもしれないけど、2の方が動機をうまく説明できる気がする。兄弟のスペックよろ。兄25歳。長男。会社員、割とバリバリ働いてて、家のことは俺らに任せててあんま話したりしない。一応今は家族をまとめてる人ですね。そろそろ結婚する。普通な顔。姉24歳。長女。なんか適当に生きてる。一応働いてる。こやつもそろそろ結婚すると思う。一応学生の俺たちの話をしょっちゅう聞いてくれる。普通の顔。日本人って顔。姉22歳。次女。一応専門出てから働いてる。なんかしょっちゅう男変えてる。とりあえず優しい。けどビッチなのかな。モテるから、多分可愛いんだろう。妹15歳。三女。今年受験だったから、もう今は遊びまくってる。俺と一緒に家族の家事を全部やってる。多分うちの家系で一番優秀。そして顔もそこそこ。ただなんかたまにうざい。彼氏いないけど、モテそうな顔してる。弟11歳。三男。小学5年生。とりあえず元気。末っ子だからわがまま。しょっちゅう三女と喧嘩してる。まだ幼いから顔の判断はできない。とりあえず、ゲロー的にはいつ告白するつもりなんだ。幼馴染の誤解が解けたというのはいいタイミングだと思うけど、解けた一連の流れに乗れないとなかなか言いにくいよな。一応今週中の5日にリサさんの家行くので、その時告白します。そうか、頑張れよ。ゲローの一直線なところは同性から見ても好意的に見えるから、あまり気負わず、素直に思っていることを伝えられるといいな。兄ちゃん姉ちゃんも若いのに、頑張って働いて家族を養ってると思うと泣ける。まるでドラマのようだ。ゲローたちはそう思ってなさそうだけど。応援してます。今週中の5日ってことは行く日はまだ確定はしてないのか？それって逆に言えば、事前約束なしでいきなり会える中、ってことじゃね？裏山。保守。うらあ。昨日リサさんのことで焦ってて、バイト行くのすっかり忘れてた。今日は多分あんましこれなそうです。ええー。バイトは行こうぜ。あ、おはよう。いきなりサボり？頑張れよ。おはようです。すっかり忘れてました。店長にはしっかり謝らなきゃ。店からは、今どこだゴルア、の連絡来なかったのか？だとしたらクビじゃね？ああ、やっちまったなゲロー。電話あったけど携帯放置してて気づきませんでした。でももう辞めるバイトなんですけどね。一昨日面接に行ったとこからはまだ、連絡来てないので。新しいバイトかと思ったよ。立ち取り跡を濁さずで穏便に辞めてこい。基本的には誠実なんだし、一生懸命謝れば大丈夫でしょ。日頃の生活態度が物を言うね。すいません。今予備校終わって、あとは帰るだけです。リサさんとは明日か明後日のどちらか、向こうが暇な日に会うことにしました。そういえばリサさんが、最近私たち会いすぎじゃね。って言ってたんですけど、これって平気なんですかね？笑って流しちゃったんですが。ゲローの反応を伺ってんだよ。言わせんな恥ずかしい。会いたくなきゃ黙って会わないようにするだろ。常識的に考えて。でも今のままだと学校始まったら全然会えなくなるんじゃね。俺も不安なんですよ。リサさん文系だから、学校始まっても、割と時間あるのかなって思ってるんですけど、実際大学で文系の人って本当に暇なんですか？先生とかからは暇だよって言われるんですけど、本当かわからないですし、大学のことは全く知らない世界なので。ちなみに、会いすぎじゃね、は、確かに、最近は結婚な頻度で会ってますよね。って返しました。それで、結婚ってなんだよー。って打ち間違い指摘されて、そのまま話は流れちゃいました。間違いがかわいい。ナイス打ち間違い。一以外なら確信犯としか思えないミスだな。次第文系だけど1回の時は前期は1日2から3限、土日休み。後期はそれに1限だけの日があったくらいかな。時間割によるけど少なくとも俺の時は高校より楽だった。教員免許取るために教職取るやつは後々忙しくなるけどな。今日告白した方がいい。マジで。伸ばすとろくなことないぞ。結婚と結婚って予測変換頼ると、よく打ち間違えちゃいませんか？
なんか不安なので、極力明日できるように頑張ってみます。明日か明後日、と言われたのなら、明日と明後日会えばいい。大学は暇な日とそうでない日があるので、暇な日を聞いておこう。4月以降ね。でも、大学生は暇な日はバイト入れたりする。一回生はそこそこ忙しいかな。朝は遅いことが多いけど、大学には、将来の下見、とか言って、私服で遊びに行けばいい。リサさんってリア充っぽいからサークルやバイトで一回の頃から忙しくなりそうっぽいから、告白 OK もらえたとしてもあまり嫉妬したり干渉するなよ。おはようございます。国語の課題とか色々あったので、昨日はあまり来れませんでした。リサさんには今日は会おうと思います。おはよう。決戦の金曜日だな。素で勝負しろよ。では、勝負に行ってきます。俺頑張ってみます。勝利の栄光を君に。うおお。俺がなぜドキドキするんだ。栄光を祈る。変化球は必要ないぞ。ストレート勝負だ。頑張れ。吉報を待つ。ただいまです。お帰り。その様子は惨敗したか？まさか。撃沈したか。早いもんな。とりあえず何があったか書きますね。書き溜めてないので、そこのところは叱らず。テンション低いな。落ち着け。興奮を隠せないだけかもしれん。やっぱ明日でいいですか？少し疲れて気力が出なくて。ゆっくり休みなぁ。明日でいいよ。お疲れ様。頑張ったのだけは疑ってないぞ。どうもおはようございます。とりあえず書いていきますね。待ってました。お？とりあえずリサさんの家に着いてから話しますね。それまでは特に本当になんもないんで、リサさんはいつも特に変わらずだった。俺も表向きは、することは鍵返すだけだし、リサさんが暇だから、そのまま暇つぶしに付き合うだけ、ただそれだけだった。まあでも告白はしないとって思ってたから、いつもと若干違うのは、リサさんも気づいてたかもしれない。とりあえずゲームやったり、話したりしてるだけだった。ここの間はみんなに話さなきゃいけないような、話題については話してない。高校の話とか、バイトの話とか、いつもと変わらぬたわいもない話。帰る時間が徐々に近づいてきたから、俺は告白しなきゃって焦った。けどみんなのアドバイスは忘れなかったよ。家で告白したら、もし仮に成功したら。ってことで、コンビニに行こうって切り出した。別に買うものなんてないけど、とりあえず家での告白は避けた。この時はもう完全に成功することしか考えてなかった。この時は、か。そしてコンビニを後にして俺は切り出しました。ちょっと散歩でもしません。公園も近いですし。そしたらリサさんが、いいよー。そういえば私も話しておきたいことあったし。と言ったんです。俺はこの時、もしかして向こうも告白しようと思ってるのかな、なんて自意識過剰な勘違いしてました。散歩なんて言ってたけど、結局公園のブランコに座って、なんか適当な話をしてました。お、そうか。リサのバイト先の男に先を越されたとか？結論を急ぐなよ。そうしたらリサさんが、そういえばもうそろそろ暗くなってきたし、帰った方がいいよね。と言ってきたので、俺も、そうですね、なんて返しました。俺はこの時告白しようって思った。俺の頭の中だと、告白、付き合うことになる、リサさんを家に送る、家ではしゃぐ。こんなルートを想定していた。そして俺が話を切り出そうとした時、リサさんから、そういえばさっき話したいことあるって言ったよね、と言ってきた。あれ？リサさんのしたい話は？ゲローの文章力かねえよな。釣りだったら素直に釣られるわ。ああ、言ってましたね。どうしたんですか？その言いたいことってのは、私たちもあんま会わない方がいいと思うんだよ。なんでですか？一くんには言ってなかったけど、一くんの幼馴染さんとさ、お友達になったんだよ。この前偶然見つけてさ、私が話しかけて、仲良くなったの。私引っ越してきて、周りに友達少なかったからさ。同い年の友達が欲しかったからさ。へえ、それは良かったですね。でもなんで会わない方がいいんですか？これは。まだだ。まだ終わらんぞ。嘘だと言ってよ。幼馴染フラグ？幼馴染ちゃんから聞いた話だけどさ、幼馴染の妹ちゃんいるじゃん。名前は適当に花子にしておく。花子ちゃんって一くんのこと好きらしいじゃん。それで私が一くんと会ってるとこ、花子ちゃんが見たって言ってたんだって。気まずくて話しかけられなかったって言ってらしいの。いや別にそれは間違いですよ。いや、いいのいいの、別に謙遜しなくてもさ。ここって一くんの地元だし、花子ちゃんみたいに一くんの友達とか、勘違いしちゃってると思うの。だから私のわがままで、暇つぶしに付き合ってもらうのは悪いと思うの。いやいや、ですから本当に違う。とりあえず今日はこれで言っておくね。鍵も返してもらったからもう平気だし、じゃあね。会うのはあれだけど、メールとかでなら、相談とか乗るよ。そう言って走って帰っちゃいました。って、追いかけたんだろうな。伝えなきゃ？なんで言わなかったんだよ。おう、それでいいのかよ。それで昨日終わらせたのか。
もしそうなら追いかけろよ。男だろ。お前の気持ちが大事なんじゃねえのか？今からでも遅くないから会う約束を取り付けて自分の気持ちをまっすぐにぶつけてこいよ。俺は当然ポカーンとして、とりあえずブランコをこいでました。追いかけようとしたんですけど、それよりもなんか、急にこんなんだから、どうしようって考えて、結局何もできなかったです。花子は付き合ってる人いて、俺のこと好きなわけがないんです。完全に幼馴染みとリサさんの勘違いなんです。俺はブランコ漕ぎながら、はっと思いメールしました。花子は付き合ってる人いますし、勘違いですよ。こう送ったけど、返信はなかったです。結局それで帰ってきちゃいました。ちなみにまだ話は続きます。これが経験で君はまた成長するのだよ。それの繰り返しが人生。俺はとりあえず帰ってきて、このことを書き込もうとしたんですけど、疲れと自分の情けなさが強くて、結局寝ちゃいました。朝起きてから、俺情けないな。って思って、ぼーっとしてたんですよ。布団の中に潜りながら、ただぼーっと。それで、姉、長女、が気づいて、話聞いてくれたんですよ。なんとなく吐いちゃいたくて、このこととか、全部話したんですよ。そしたらすっごい大爆笑されました。姉。当然俺は真剣に話してるのに笑われて、イラッときました。別に笑うことないだろ、真剣に話してんのに。いやだって、なんで追いかけなかったし。わからないけど、なんか、こう、できなかったんだよ。所詮はそんなもんだったってことでしょ。なら気にすることなんてないじゃん。元気出せよ。違うよ、本当に好きだったんだよ。でも、いろいろ頑張ったけど、ダメだったんだよ。本当に好きならなんでそんなすぐ諦めてんの？そういえばなんでこんなすぐ俺諦めてるんだろうって思った。ダメだった。とか言うなよ。今は押せ。ダメそうならすっと引くのも手だ。だって、諦めたくないけど、どうしようもないじゃん。よし、お姉ちゃんがアドバイスをあげよう。急がば回れだよ。へ？つまり何を言いたいの？リサさんだっけ？メールとかしても返信来なかったんでしょ？だったら直接行くしかないじゃない？でも今行ってもどうなると思う？扉は開けてくれるかもしれないけど、多分何言ってもダメかも、頑固なとこもあったし。花子ちゃん付き合ってる人いるんでしょ？だったら二人で撮ったプリクラとか、そういう証拠をまずもらったりすればいいじゃん。天才すぎる。お姉さん、紹介してください。女の兄弟がいることで、女慣れしてる部分もあるし、持つべきものは親身になってくれる家族ですなぁ。お姉ちゃんにアドバイスをもらい、一致はすぐに行動に移しました。姉ちゃんにお礼言って、着替えて、すぐに幼馴染の家に行った。早速花子にプリクラとかもらった。説明したら、別にいいよーって割とすぐにくれた。それから一回家に戻って、お昼作ってから、すぐにリサさんの家に行った。だいたい今朝の11時くらいの話ですね。ご飯食べて、また自分が何もできないとか、そんな事態を防ぐために、なるべくテンションを上げた。テンションの上がる曲を聴いて、自分の身を奮い立たせて、いざいかんって声に出して、自転車ではなく、走っていった。今思い出すと、すごい恥ずかしい。リサさんの家について、インターホンをした。そしたらリサさん留守だった。携帯飛んでいったわ。勇み足。とりあえず、待ってみた。けど一向に現れなかった。多分1時間くらいは待ってたはず。さすがに寒いし、一回帰ろうってことで帰ろうとした。下まで行って、リサさんの部屋を見てみた。そしたら、リサさんが洗濯物を取り込んでた。一瞬、許されたのかな。なんて思ったけど、テンションを高めてきてたから、再チャレンジするくらいの、元気とポジティブな考えがあった。いつもだったらここで完全に食い下がってた。食い下がるの使い方違うんでない？引き下がるだな。てかさ、花子の姉にも話して誤解を解いておけば後々楽じゃね？おう、俺の日本語おかしかったですね。気にしなくていいから続きはよ。とりあえずまたインターホンを押してみた。そしたら普通に出てきた。リサさんは驚いたって顔してたけど、俺も驚いた。リサさんはかなり困ってるような、戸惑ってるような顔してた。どうしようって、考えてたことも全部飛んだ。けど、結局は今日伝えようと思ってたことだし、告白した。おう、したんか。リサさん、ですね、今日は伝えることがあったのです。え？伝えること？今まで、ずっと好きでした。最初会った時は単なる酔っ払いだと思ってましたけど、気づけば好きになってました。うまく伝えられてないかもしれないけど、これだけは伝えたかったんです。リサさん、付き合ってください。本当にこう言えてたかわからないけど、確かこうやって言いました。よくやった、感動した。結果はどっちでもいい。ゲローかっこいい。よく頑張った。はい、解散。かっこよすぐる。リサさんは最初かなり驚いてました。でも、花子ちゃんのこととか。花子は付き合ってる人いるって言ったじゃないですか。これあいつらのプリクラです。本当だったんだ。俺は別に、友達に勘違いされたとか、
気にしませんし、大体、本当にリサさんのことは好きですもん。ですから、付き合ってください。リサさんは何も言わず、小さくうなずいて、笑ってくれました。来たー、来たー、うおー、おめでとう。うおー、泣いた。お姉さんに感謝しとかな。俺もびっくりして、何したらいいんだろうって思ってた。そしたらリサさんから抱きしめに来てくれたから、俺も精一杯抱きしめて、一回だけキスして、少しだけ話して、帰ってきました。リサさんは今頃バイトです。皆さん、ここまで見守ったり、アドバイスくれたり、本当にありがとうございます。うおー。おめでとう。羨ましい青春だぜ畜生め。幸せになりやがれ。ずっとロムっていたが思わずレスっちゃったぜ。このスレ最初から見てて応援してた。なんか自分のことのように嬉しい。ゲロー、前にも言ってたやつがいたが、新入生狙いのやつは大学に5万といる。しっかり守ってやれよ。野暮だけど好きって言ってもらえた？付き合うって言ってくれた？あんまり相手に言葉を要求しすぎるのもうざいもんがあるけど、ちょっとは聞きたいよな。男としては。あの後、しっかり言ってもらいました。やっぱ言われると照れるもんでした。何か質問はありますか？と言っても、つい2時間くらい前の話なんですけどね。よくやった。よかったー。出会ってから今まで、リサさんはゲローのこと、どう思っていたのか聞いてほしい。リサさんが帰ってきてから聞きますね。爆発しろー。まあ、飲み会があるときは必ずバス停に迎えに行け。91、鍵はもらえた？92、リサさんから見たゲローの第一印象は？1、鍵はもらえてません。2、まだ聞いてません。不安になるからお酒は控えてほしいって言った？まだ言ってませんね。リサさんが好きというまでの話は？俺が、いやーでも、なんか信じられませんよ、と言ったら、そう？私は本当にイチ君のこと好きだよー、って言ってました。今日もリサさんのバイトが終わったら会うんだよな。今日会ってもお互い照れまくるだけだと思うので、明日会うことにしましたよ。ゲロ中と風呂のことは話したのかな？羨ましいなー。姉ちゃんには報告した？そう？私は本当にイチ君のこと好きだよー。言われてみたいわ。姉にはまだ話してないですよ。なんかどっかで欠けてるようなので。おめでとう。なんだか自分のことのように嬉しいな。お酒のことは、やっぱり気をつけさせた方がいいですよね。なんかかなり不安ですし。記憶なくすってのが厄介だな。ゲロをしっかり勉強せよ。リサさんも大事やけど自分自身もな。酒飲んだ時のゲロへの行動を教えればいいんじゃないかな。脱いだとか風呂行ったとか、覚えてないんだろうし、だから心配だよって。それ賛成。もう付き合ってるわけだしな。明日何話せばいいかわからないですね。セクロスのことは特に考えてません。雰囲気に任せることにします。それでいいと思うぞ。おめでとう。まあリサさんの今までの言動から考えて、絶対うまくいくと思ってたけどさ。末永くお幸せにね。4月の入学で男がわんさか寄ってくるだろうから、魔除けのペアリングできたらそのうち買いに行きなー。安くてもいいんだし。それだ。何この青春ドラマ。勘違いから最後の急展開まであってめちゃくちゃいいじゃねえか。というか、もげろー、に解明しろ。なんというか、いろいろありがとうございます。姉に言ったら、付き合ってすぐセクロスなんて、絶対幻滅されるぞって言ってましたので、そこは慎重に行きたいと思います。別に深く考えなくていいよ。二人でイチャイチャしててなんとなくそんな雰囲気になったらすればいい。まだ若いから難しいかもしれないけどセクロスを目的にしちゃいけないよ。あくまでも愛情表現、イチャイチャの発展形だってことを忘れないようにな。向こうから誘ってくるようだったらしっかり乗ってあげなきゃダメだけど。いい姉ちゃんだ。これからは姉ちゃんに相談しな。このスレからは卒業。そして話に戻れ。アドバイスや応援の礼なら十分もらった。ありがとうよ。じゃあ明日のことを報告して俺は話に戻りますよ。質問あったらどうぞ。彼女のどこに惹かれた？話してて楽しいとことか、人のことを思ってくれるとことかですかね。なんか質問することがないな。これから先いろんなことがあると思うけどゲローはずっと誠実でまっすぐでいてほしいと思う。ストレートな告白はすごく良かった。おめでとう。またどこかのスレで七子同士で会おう。ゲローの第一印象とその変化。記憶ないって言ってたけど本当か。明日しっかり聞いておきますね。どうも、ただいまです。人いますかね？ゲロー。来たー。待ってたお。いるよ。とりあえず今日のこと書きますが、どう書けばいいんですかね。いつもみたいに雑談が多かったわけですから、どういう風に書いていけばいいやら。とりあえずみんなが気になっていたとこと、リサさんがどんな反応だったを書いていけばいいですかね。それでおなしゃす。全部書け。今日の流れと会話内容。さすがにそこまでは記憶できませんし、いつもみたいな雑談が主でしたので、とりあえず書いていきますね。待ってた。すべてを教えてくれー。今日は2時にリサさんの家に行きました。
リサさんは今日一日暇だって言ってたので、9時くらいまでいようと思ったんですけど、さすがに最近夕飯とか、妹に任せすぎてて、昨日切れられたんで、早めの7時に帰ることにしました。リサさんの家について、どんな顔して、会えばいいんだろう、なんて思ったけど、いつもと違う感じで行くのはなんかおかしいと思ったから、あくまで普通の表情を意識していきました。結局意識しすぎて、顔が引きつってしまって、笑われたんですけどね。リサさんは、さすが年上というか、いつもと変わらぬ顔でしたよ。でもやっぱ少し照れてましたが、最初は何話そうか、わからなくて、少し無言で、飲み物飲む?みたいな会話しかできませんでしたけど、徐々に空気に慣れてきたので普通に話し出しました。最初はやっぱ、俺たち付き合ってるんですよね。みたいに少しだけ照れながら話しました。今ツイッター開いたら、このスレ記載されててびっくりしました。最初は少し照れながら、いやー、やっぱまだ少し夢みたいな気分ですよ。ってお互い話してました。それからみんなが気になってたこととか色々聞いてみました。そういえばリサさん、告白した前日、もう会わない方がいいって言いましたけど、なんで、その、好きだったのにそんなこと言ったんですか。確かに花子のこともありますけど。若干気づいてたんだよ、一致くん私のこと好きなのかなーって。私も好きだから嬉しかったけど、私なんかより、同い年の可愛い子のがいいと思ってね。それは少し、遠慮しすぎでは。その人のことを思ってるからこそだよ。なんかすっごい嬉しいっすね。そういえばさ、一致くんはさ、いつから私のこと好きだった？え？急にどうしたんですか？なんか気になってさ。そうですね、リサさんが酔っ払ってない時の、一番に会った時ですかね。なんかギャップと言いますか。そういえば初めて会った時って私酔っ払ってたんだっけ？そうですよ。そういえば俺も気になってたんですけど、リサさんって酔っ払ってる時って記憶ないじゃないですか？実際どれくらい覚えてるんですか？最初会った時のは、本当に完全に覚えてなかったよ。でも一緒に飲んだ時のことは、正直ほとんど覚えてるよ。マジですか？だって覚えてるって言うと、少し気まずくなると思ってさ。今は付き合ってるから、言えるけど、お互い友達同士ってことなら、あれはさすがに気まずいでしょ？確かにそうですね。だって俺裸見てますからね。え？そんなことあったっけ？どうやら完全には覚えてないみたいですね。完全には覚えてないんですね。え、ちょっと、裸見たってどういうこと？そのまんまですよ。リサさんがすっ裸になったから、その時見ました。え？それって本当？嘘じゃないの？本当ですよ。一回ここにほくろあるって言ったじゃないですか。そういえばそうだ。そこのところはしっかり言ってよ。いやさすがに言いづらいですよ。それでも裸だよ。言ってよ。そんなことよりゲームやりましょうよ。話そらすの下手すぎだよ。今回は許すけど、次からはしっかり言ってよ。それから普通な会話しかしてませんよ。こんなところで終わっておきますか？なんか単なるのろけ話になっちゃってますし。まだだ続けろください。のろけで構わないから聞きたい。酒癖の悪さは伝えなきゃいかんだろう。じゃあ一応続けます。そういえば聞いてないことあったなって思って、ゲームしながらだけど、急に聞いてみた。そういえば聞きたいことがあるのですよ。リサさんって俺のこと、いつから好きでした？急にどうしたの？いや俺はさっき言ったけど、リサさんには聞いてないから、聞いてみたいなって思ってさ。いつ頃だろうな。最初から優しい子だと思ってたけど、わからないけど、一緒にご飯食べに行った時にはもう好きだったかな。なんか言ってよ。いやなんか自分で言っておいてなんですけど、なんか少し照れるというか、恥ずかしくて、他に話すことはいまいちなくなってきた。お酒のことはしっかり話しましたよ。あんまし飲まない方がいいんじゃないですか？って言ったら、極力家で飲むようにする。って言ってましたよ。ただ絶対外でも飲んじゃうと思うって言ってたよ。まあ、酒は付き合いもあるし完全に家飲みだけにするのは無理だよな。大学のノリもあるだろうしな。でも、心配な気持ちをわかってくれたら、よしとしようじゃないの。1、外で飲むときはあらかじめメールしてもらう。2、そのときはバス停まで迎えに行く。ってどう？バス停まで来れないこともあり得るからもっと前の段階で確保した方がいい。同意。それなりに大丈夫なもんよ。煽ってやるなよ。彼氏が迎えに来てる、と思えば節制もするし、そもそも最初の行動も、潜在的に位置を気に入っていたから。なんだから、誰にでもってわけじゃないよ。じゃあ駅まで迎えに行ったりとかのがいいですかね？あんまし束縛はしたくないなって思ってるんですよ。それに関しては束縛じゃなく事故防止だからオケだろ。まあ、束縛っていうよりも、モゲロウが駅に迎えに行ったりフォローすればいいんじゃない？怒っていないことを心配するよりも、楽しいことを二人でして、モゲロウといる方がいいって思ってもらえるように努力した方が前向きだろ。どうしましょう。このスレ今日で終わらせた方がいいですかね？
スレ終わるかどうかはご自由に。個人的には、今後の話もいろいろ話聞きたいんだけどね。リサさんのゲームの腕前は前スレの序盤から気になってた。ゲームは上手いですよ。俺が貸した格闘ゲームもかなり上手くなってましたし。終わりでいいと思う。俺たちにアドバイスできることはもうない。やるとしたら、新スレ、彼女の酒癖が悪くて心配なのでお前ら相談に乗ってくれ、出会いましょう。彼氏がいるから、ってことで無茶をしないようにしてくれれば嬉しいけどね。もう、ゲロ終わりアジューなので、このスレからは卒業でいい。相談は彼女にしてほしい。どうしても解決できなかったり、彼女に相談できない内容の時だけ頼ってくれればいい。お幸せに。じゃあここらで終わりにしておきますかね。じゃあここで終わります。皆さん本当にありがとうございました。俺がここまで来れたのも、皆さんのおかげです。俺も2年生になって、受験に本腰入れるので、忙しくなりますけど、リサさんのことは絶対大事にします。皆さん、本当にありがとうございました。また七志同士で会いましょう。では、さようなら。彼女とのことで何かあったら、姉ちゃんにちゃんと相談しろよ。おつ。ちゃんと彼氏しろよ。ハッピーエンドでよかったよかった。ゲロもぶっかけられてみるもんだな。いかがでしたか？衝撃的な出会いでしたが、一致の行動力もあり、見事に一致とリサさんは付き合うことになりました。少しずつ距離を縮めていく二人は見ていて微笑ましかったですよね。これから新たな生活が始まるようですが、環境の変化に負けず二人で仲良く乗り越えていってほしいですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。